ポール・ヘンリー・キャンベルはドイツ系アメリカ人の著作家。英語とドイツ語で、陰文も三文も書く。アイルランド国立大学名ヌースコート、フランクフルト・アム・マインのゲーテ大学で、カトリック神学と共に古典言語、特に古代イギリシア語を学んだ。キャンベルは作品を通して、現代の神話を探し求めている。キャンベルは、 自身の三文に対する姿勢を神話的リアリズムと称している。キャンベルの機構は、ライチチューンガン、パーネフリテラリーマガジン、ヘシュシャーリトラチャーベット、イントワーフ、KGB マガジンといったドイツやアメリカ合衆国の文芸雑誌に掲載されている。キャンベルは1982年にマサチューセッツ州ボストンで元アメリカ陸軍主官の父とドイツ人看護婦の母の 間に生まれた。マサチューセッツ州で育った後、家族と一緒にドイツへ移り、バイエルン州で中等教育卒業試験を終えた。キャンベルは生まれながらにして重い心臓病を患っており、24歳から心臓ペースメーカーをつけている。また、10歳の時には命に関わる脳腫瘍にかかり、ボストン小児病院で除去手術を受け、以降は、 伝官症になっている。現在は、フランクフルトのイエズス会系の大学であるセイゲオルグ、哲学進学大学に提出する基礎進学の論文を準備中である。キャンベルの物語作品は、悲劇的な皮肉が随所に盛り込まれていることが特徴になっている。そして、一見普通の登場人物たちと話の展開が解決し難い弁償法的関係を作り出していくことになる。 そうした状況のほとんどは、野心と期待の総告の中から立ち現れる。例えば愛のように、人間が誰しも共有する経験の周囲にある主題を中心に置くことは、キアンベル作品の特徴となっている。ライプツヒの主要なインターネットニュースプラットフォームの編集者であるラルフ・ユルケは、キャンベルの短編作品集、メインワンストラッサを表して、次のように記した。 経験されていることが実のところ愛に関係しているのかどうか全くわからない。ひょっとするとこれは脅迫観念か感情の経済的働きの欠陥か妄想なのか。本当の愛いや、絶対に違う。主題に関する限り、キャンベルの物語の多くはレーモンド・カーバーの作品中にも見出されるものだろう。しかし、カーバーの場合には、 ここにある物語のようには展開しない。なぜなら、キャンベルの話には、格好たる展開があるのだ。そこには、何かしらの不安定な人間関係の物語だけでは、なく、底なしの空虚や深みに満ちた。不安というのは、キャンベルの物語は明らかに結果がある。それらは、不安定な人間関係の物語だけではなく、底知れない空虚さ、不安。 偽りのの底がが満ち溢れている。る。さらに、最終的なな破局への強烈な傾斜があるキャンベルの試作品は、あたかも一連のスナップショットのような、多数の美しい風景の印象を舞台とする、現代の神話に基づいている。この点でキャンベルは、象徴主義の流れや、自物史の立場に近い。ステファヌ・マラルメの詩、最一滴に触発され、キャンベルは印刷された言語としての詩。 すなわち、指摘言語とそれを表現する媒体との関係に関心を抱くようになった。単語を構成する文字は、それが載っているページの表面と共に演じているのである。こうしてキャンベルは、自分にとって重要な構成要素として、言語の物質性に光を当てようとしている。このため、キャンベルの詩作品は、孤立した作品としてではなく、大きな指摘運動の一部として提示され、 一つの主題のもとに、一群の詩が創作され、一冊の本が編まれる。キャンベルの詩作の主題には、ポンティアック・ファイアーバード・トランザムや、ニューヨーク地下鉄のエイライン、ディルド、スピードデートなどが取り上げられる。無駄な詩作を避けるために、キャンベルは、自らの詩作品を、より広範な枠組みの中で概念化しようとしている。スペースレースと題されたキャンベルの詩集は、世紀における、 月を目指す取り組みをめぐる神話推しによって形作るものであり、まさしく概念化の戦術に則っ,って構成されたものである。主たる焦点は個々の死にではなく、この書籍全体の中における構成上の場所、位置、意味付けに置かれている。2013年3月、キャンベルはドイツ語圏最大級の詩の雑誌、ダスゴ・ディクトの編集委員に招聘された。ありがとうございます。